やる口です。というわけで本日もギュッとオープニング短くしていきたいなと思います。前回万枚出して浮かれてる僕は今回もちょっと洗い台打とうかなと思って、まあ朝アンケートを取ったんですね。北斗ブブブーゴブスレどれがいいかっていうアンケートを取った結果、ゴブスレが1位だったんで、まあ僕の思惑通りというか前回万枚出して、じゃあ今回は前回できてない五分揃いもした上でコンプリート狙っちゃうぞみたいな、感じでやっていきたいと思います。それでは抽選でございます。張り切ってどうぞ。大丈夫かいな39。大丈夫かいな。ちょっと怖いですね。取れるかな。もうワンチャン取れんね。あ、ちょっと怪しいね。ちょっと二の矢は考えとった方がいいね。そうですね。あ、ブブはいけるでしょね、絶対に。さすがにね。はい。まあ、ぐらいしか考えてなかったからな。お願いします。お願いします。お願いします。さあさあ、どっちだどっちだ。全然開いてん。もし末だったら、あと1000。あと1000ってどういうことや。無事確保できやした。やっていきましょう。あの味くらってさ、味くらって、はい、今日も打ちましょう。まあ五分揃いね。今日の目標は五分揃いと 80% モード。はい。だ覚醒スレイヤー画面、はい、突入とかはまあ見たいよね。うん、やっぱね、3回4回ぐらい天井行ってるけど。はい。1回も80取ってないんだよね。マジっすか。うん、だからそろそろ取れてもいいんじゃない。 50% いやいや、天井行く前提じゃなくていいやろ。で、あと初当たりの70何分の1ね。はい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 。フォロワーの子がけどそれでやったっつってたよ。マジっすか。初当たりの、まあけどこう良さそうな台としてはやっぱり135ちゃんと引っかかるって感じかな。100のところはそんなに差はないかもしれんけど、はい、3と5のところ結構差ありそう。まだ解析出てないですね。出てないんじゃないかな。まあそういう台じゃないから。そうっすね。解析してどうにかなる台じゃね。前回それが証明されちゃったっすもんね。やれちゃったよな。あ、これその後さ、はい、もう荒い台に目覚めちゃってさ、やっぱあんな出るとね、プライベートでブブブとか打っちゃうんだから良くないよ。あ、勝ち分全部解けました。ちゃんと解けたね。いややな、早いっすね。よくないよね。また今日もね、出せばいいんですか。今日も出しちゃおうかな。まあけど、はい、50% モード、はい、普通のモード、はい、まあ続かん、やっぱあれは。やっぱそうっすよね。だってあんまんまいた時も 62% モードやったんですよね。ああ、62はやっぱ最低欲しいね。振り分けどんなもんなんだろうな。え、前回はでも2回来たんだよ。2回来たっすよね、うん、4、5回取って初当たり。初当たり4、5回しか取ってないっけ。はい。そんな取ってないっけ。はい。シンプルにね、今日5月6日ゴールデンウィーク終わりがけ、はい、入ら、そうっすね、設定なんて期待してない。まあ、だったらなおさらっていうところやね。だけどゴブスレ打ったおかげでちょっとバルブレイブ許せるようになったんだよね。あ、やっぱその出るって分かった。そう、出る台にはそりゃ厳しい展開になるわなっていうのがちょっと分かった。まあ、ちょっと良くないんだけどね。慣れてきたっすね。あの慣れてきちゃったんだよね。良くないよ。時期にそれしか打てない体になるんですよね。けどね、そっちの方がね、安定するっちゃ安定する気もするね。え、どういう意味ですか。あの、いろいろ打って負けるよりは、その打ち切った方がってやつ、はい、あ、なるほど。で、打ち切るときにその洗い台の方が、まあ、上の跳ね返りもでかいから、はい、
ていう意味。よくないけどね。極まれよ。10回に1回みたいなのが1回目に来ちゃったから勘違いしてるだけで。そうっすね。何で煽ってんだこれ。昨日からやと。いやもう前兆の煽りはないはずなんだよ。弱チェリー。弱チェで行く？俺。謎 CZ だな。弱チェしか引いてないもんな。まあ今行くかどうかわかんないんだけど。あるね。ある時のそれだね。はい。おっとあったな。弱チェ、弱チェかな。緑240からね。はい。何ゲームだっけこれ。天井 40はい。ジャスト280まで。青はいかん。これ買っといて多分リプレイだよな。リプレイ引いた時だよな。あダメで、終わった後に黒い羽が飛ぶことがあるんだけど、はい、あの高設定の方が黒い羽が飛びやすいっていうことでした。うわーうぜー。まあけどね、はい、前回さアルティメットループ行ってからさ、はい、20連ぐらいさしたんか。20連そうです。20連ね。20連ぐらい。約20連ね。だ 80% が20連するわけよ。はい。それ 80% 外しても文句言えんってはなったよね。あそうっすね。ああうんがゆえに。はい。ああだってまあまあなことよ。 80% が20連するって。そうっすね。平均 4,5,6 やろ多分。そうそうそう。80の平均って、はい、ね、その 2,3 倍やってんだから。飛びきちゃう。それはさすがにね、やっぱ文句言っちゃもうダメなんだよね。アルティメットループ行って1回で終わっても文句言える。まあそういうこと。そうですよね。とかその普通の回ラッシュの時に100以外外れても文句は言えん。そうですね。そういうところはあります。もう3番ですか。ああまだ1時間経ってないですよ。ああそれはもうこの手の台は1時間で4万入る。そうっすよね。外線や外線。時速マイナス4万。ちなみにここ50貸しだからね。46じゃなくて。これ天井にいきなりバーンって当たるんですか。1500 でそこから全長が来る。はい、なるほど。あれだね。5万ジャストかな。5万ジャストよ。2500枚出さなきゃマイナスなんだぜ。むずいっすね。そう考えたらやべえよな。はい。もう一回はこれ終えんな。これ突っ張るほどね俺イカれてないわさすがに。お金大事だからやめとけって。お前本当に。まあ踏めるか。はい。え何これ。あいやもうええって枠ないとか。やめとけって。いや待て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 。いやでもいや2個か。2個。 AT 中に来いってそういうの。いやマジで。まあ踏むな踏むな、はい、踏むな。さすがにさすがに踏むな。よし。でですよ、まあ、どこでその抽選してるのか知らんけど、はい、まあ、ここだと思ってこのレバーオンね、はい、80% 取るぞというこれ1500。しっかりいったね。いや間違いないし。ちゃんといったね。ちゃんと朝からオハテン。まあいけてよかったですね。いやまだまだそういうの早いね。あそうですね。これが多分チャンスゾーンの煽りなんだよな。まあ弱そうなんだけれども。
弱くない。このまま当たるんじゃない。まあかもしれんね。ああ金まで行くか。ああそうやね、うん、で当たりのパターンやな、はい、おおいい音。こういう形か。うんうん、まあ凱旋でいうところのこう銀河だったら80取ってるとか、はい、まあ、そういうのって思いたいね。これはね1521ゲーム投資が、5万円、はい、ちょうど取っとけ。万が一のこと考えてここでいっぱいもらっとくことに損はないからね。はい、ほらよしよし。あこれチャメか。枠内2個扱いにならんかな。チャメはどうなんだろう。デフォルトの天敗ボスってなんだっけ。ゴブリン退治だ。62倍増が想像力は武器だ。で80%の能力がこれはゴブリンスレイヤーだ。いけます。うわダメ。うわマジ。まあまだ分からんけど今まで打った感じだとここでほだったらもうよっぽどだけどな。どうでしょうか。うわそれはやってねえぜ。オーブ溜まるまでは。はい、まだ。いやよっぽどな気もするけど。初めパッと取ったらよっぽどゲーカー行くけんな。いや怪しいなこれな。うわダメかもわからんなこれは。いやまあこういうのでなんとかだましだましやっていくしかねえ。いや強調はこうなんだよ。あそうなんですね。まあ、いや言ってねえなやっぱな。はい、分かるわこれは。言ってねえわ。やられたな。枠内2個うまい。そうやな。はい、あーやったな。やったやった。52% で8連させれんぜ。41% 無理ぞ。間に合い。あー違う。 42% やろ。あーいやーもういろいろショック。オッケー。よかった。いやー、まあやっていくしかねえんだから。スヌーピーだから。与えられたカードで頑張るしかないから。ここでベル10連ぐらいさせるしかねえもう。そうっすね。50% まで。見えちゃった。単発阻止はありがてえ。42% 絶対終わると思ったから。
いやまた40、41%。いやちゃめ。これはデフォですね。デフォ、まあそうなるわな、しゃあないわな、やめだな。こんなんもう一回天井行くもん。行くっすね。もう一回はですね、できんすよね。できないね、さすがにね。気持ち的にね、動画的にはこいつ行き切った方がいいんかな、どう思う？そうですね、動画的に言うなんて。でも無理でしょ。うわ、まあ自分に嘘つけば打てる。飯食って、はい、午後から来ましたよっていう脳に無理やりはいはい、はい、持っていければいける。持っていければいける。あ、まあちょっともう一発いくか。はい、行きましょう。気合い入れて。ここでやめたらいつも通りだもんな。はい、よし。これ突っ張るほどね、俺行かれてないわ。行かれてないわ。行かれてないわ。前回天井じゃないっすもんね、まんまいったら。天井じゃない。そうっすよね。ああ、まあ、だ天井になっても 62% が引っ張ってこれたら希望ある。そういうこと。だから俺はもう 62% から頑張る。うん。それまではちょっと。いやもう無理だから。やっぱ。そうですね、上がりづらかったですもんね、さっき。さすがに無理なんだよ、やっぱ。そのベルレーンそんなできてないとかあったよ、はい、とてやっぱ 60% ぐらいなの、頑張って。はい、そうですね、本当に。で 60% は 1,2 回は通るけど、はい、7回は通らん。通らんすね。ああ、で、やれて 6,70 だからね、やれて。はい、言うてやっぱ 3,40 なわけ。そうですね、大体 2回とも40やったですもんね。そう、そういう台なの、これは。緑ね、よし、刺していこう。303からだから343。上段で受けろ。 OK、 316ゲーム持ちメダルね。 OK、 耐えましたね。耐えた耐えた。天井いらんいらんっていうところをお見せしましょう。それだけじゃないというところを見せてやりましょう。お願いします。52% だけは許せないな。うん、 52% スレイヤーだな俺は。うまいっつっても30。全然うまくね。 32% って故障と変わらん。なんかうまい、奇跡起きん、たまには。なんか奇遇どっちかの下やね、これ。オッケー、 100% 来たわよ。こんにちは、野郎です。チャンネル登録お願いします。